空手やってたんですけど、あのそれ以外はアマチュアの試合もやってないって叩き上げる。そうですね、やっぱり自分のボクシングは結構もう当てて当てて、あのダメージ効かせてっていうボクシングなんで、まあ最初の原点はそこから来てるのかなとは思います。まあやっぱりフットワークを結構重視してその空手を結構やってたんで、フットワークの部分では結構つながってる部分はあります。今回のサウスポー対決なんで、まあ自分のポジション取りと足の位置を意識してやって、まあまあダメージを与えられていけたら、後半にはストップなしできればいいなとは思います。下のジョアに感化されて、まあ、家の近くに渡嘉敷ボクシング部があったので、かっこよくなりたいなってことで始めました。まあ、基本に忠実ですごい、まあ、いいボクサーだなと思います。はい、まあ、ランキングは、まあ、後からついてくるもので、まあ、1対1の戦いなので、どっちが強いかっていうことだけしか考えてないので、まあ佐々木選手を完封して僕の方が強いってことを、みんなに見せたいですね。